ツイッターは見ましたか、君たち。何ですか？ジオードとか石ころとか恐竜の卵とか博物館に置いてある展示かと思ったとかさいや僕は土から掘り出したジャガイモだと思ってよ最初。あの日まあお外で用事があって建物について準備しますかってで、まあカバンの中からね物を出してたの、ペンとか出してたら、なんかカバンの中になんか自分の知らないものがあったわけ。黒い知らないものがあってさ、まじまじ見てさ、これなんかジャガイモだなって思って最初。いやでもこんな土まみれなジャガイモをリュックに入れるか。このカバン、だいたいスーパー行くときぐらいしか、そういえばなんかアボカド買った気がすんなって思い出したわけだよ僕。その日食べようと思って、え待ってこれアボカドってなって、やばいやばい。でもなんか怖いから、あのナナシがいたからさ、ナナシ僕のリュックに変なものがあるって変な、多分アボカド入ってるって言ってアボカドどういうことですかみたいな。まあとりあえずウェットティッシュを渡されてね、こちらですねでも買ったとしても僕1週間前とかなんだよ。でもね、感触触り心地別に普通だった。うわふにゃふにゃじゃんとかもなくて、あアボカドだっていう感じ。これが違う方向のやつ。そういやそう、ちょいカビ、この白いやつでしょ、これ絶対カビだよ。カビめっちゃ恐竜っぽくない？なんか恐竜のさ鱗みたいな。すぐあのナナシが手出して、なんか手出されたなって思って、欲しいのかなって思ってさ、あのそそくさとナナシが消えてってなんかどっか行ったんだよ欲しいわけない。いやわからんや、なんか特殊なものだなって思って欲しがったかもしれないじゃん。まあでも僕もやることがあったから、まあいろいろやってたわけ。まあ一旦休憩した時に、ナナシさって、そういえばあのさっきのアボカドってどこにやったのって、ゴミ袋にする予定の袋の中に入れましたって言われたから、あ、オッケー了解って言って、テクテクそのゴミ袋の袋からこいつを取り出した僕はいやそういえば写真撮ってないなって思って、取り出して机の上に置いて、であの撮影会が始まった。カシャカシャはい、その写真がこちらです。そう写真撮って、であのまた包んで袋の中に戻して、で七神どこ戻ってさ、写真撮ってきたって見てジャガイモってでマジでジオードだよな。いやめっちゃ綺麗なんだよ。いや実際に割ってみたいなって思ったことある。あの僕校舎の裏で石で石を割って、半分に割って綺麗な石が何かをやっていた人間なので、割りたいよね。